ました。ここからのお時間は佐賀県の唐津より唐津南高校の虹の松原プロジェクト永遠につなげる海と松原を開催いたします。お二人どうぞよろしくお願いいたします。唐津南高校虹の松原プロジェクトチームのお二人、今年で発足19年目を迎える団体、唐津の美しい宝虹の松原を後世につなぐため、保全活動や啓発活動、虹の松原の有効資源を生かした商品開発を行っているそうです。楽しみながら学び、そして共有すると、失礼いたしました、共有するをコンセプトに松原を最大限に生かした活動を展開しています。さてここでお二人をご紹介します。唐津南高校2年生の田崎瑛人さん、そしてありがとうございます。そしてお隣が唐津南高校2年生の前田桃香さん。それでは唐津南高校虹の松原プロジェクトチームの取り組みについて発表をよろしくお願いします。こんにちは、私たちは佐賀県立唐津南高校虹の松原プロジェクトです。本日はこのような場を与えていただきありがとうございます。今日は永遠につなげる海と松原と題しまして、私たちが日頃行っている活動について発表いたします。佐賀県唐津市にある虹の松原は、その美しい景観から国の特別名勝に指定されており、日本三大松原の一つです。その規模は他の三大松原と比較しても一目瞭然で、日本一の規模を誇る私たち唐津市民の宝です。虹の松原は唐津の農地を玄海灘の潮風から守る防風防潮林、新田開発の一環として今から400年前に植栽され、現在は福岡ドーム30個分とも言われるその広大な松原内に100万本の松が生育しています。昭和30年頃までは唐津市民の憩いの場として、そして堆積する松葉を燃料として回収する中で自発的に保全活動を行ってきました。松は肥えた土壌を好まず、真っ白な砂地に青々とした松の景観、白砂青松が理想で、定期的に枯れ松葉を掃除する必要があります。しかし現在では場所によっては管理も行き届かない鬱蒼とした森となっているのが現状です。これを改善し、美しい松の生育に適した状態を取り戻すため、私たちは地域ボランティアとして19年にわたり地域一斉清掃活動 KPP をはじめ、多くの人たちと連携し保全活動に取り組んできました。その結果、保全活動の参加者はついに1万人を突破。多くの人たちに美しい唐津の宝を守る心や松原の発信と地域の伝統を未来へつなぐ重要性を伝えることができ、地域になくてはならないプロジェクトと成長しました。そこで私たちの活動も単なる保全活動から次の活動へ発展させるため、1、松原の有効資源を活用した商品開発、2、松原を通した教育啓発活動、3、産業界向けた取り組みを軸とした新しい地域循環プロジェクトを行いました。私たちの目指す循環とは、松原を通してものづくり、人づくり、産業づくりを行い、活動の中で世代を超えた輪を広げ、人々をつなぎ、松原を新しい形で保全するというものです。研究1、松原の有効資源を活用した商品開発、虹の松原保護対策協議会より松原内の資源を用いた商品開発の依頼があり、未活用であった豊富な資源を活用し、現在までさまざまな商品開発を行いました。開発した商品はワークショップを中心に地域に少しずつ浸透し、今までにない新しい形で松原を広めるアプローチとなっています。特に私たち農業高校生ならではの商品を目指し、間伐材の松葉を用いた食べて守ろう虹の松原プランでは、松葉の健康効果解明のため佐賀県産業イノベーションセンターにて
松葉のポリフェノール効果実験を行いました。そこで松葉には抗菌作用のあるポリフェノールヘルセチンがリンゴやレタスのほぼ10倍含まれているなど、松葉には健康効果も期待できることが分かりました。私たちは佐賀森林管理所より松葉を購入して企業と連携しパウダー状に加工、飲料や焼き菓子などさまざまな加工品を製造し、唐津市長をはじめ多くの方々に松原食品を試食していただきました。その他にも唐津市内にあるカフェと連携し、期間限定唐津ワープレートを販売。松原清掃活動をされた方は 割引を適用するなど、松原保全と食を合わせた PR を行いました。また今年度は松葉を原料にしたクラフトジンを共同開発するなど、今までにない新しいものづくりに成功しました。2. 松原を通した教育・啓発活動、次なる活動についてさまざまな方と協議を重ねる中で、地域おこし協力隊の山本さんより虹の松原と食育を合わせたプランで伝えてみてはと助言をいただき、私たちは松原内にある東唐津小学校の生徒を対象に松原食育授業や啓発活動を継続して行ってきました。楽しみながら学び、そして共有するをコンセプトに、今後の松原を担う子どもたちへ保全だけでなく新しい魅力を発信しました。その他にも幅広い年齢層をターゲットに活動を展開、共同運営をしている子ども食堂での松葉うどん作りや放課後等デイサービス、ひまわりの子どもたちとの交流、松葉クッキー配布会を行いました。松原について新しい発見ができ興味を持ちましたなど、松原を活用した交流や啓発を促すことができました。3. 産業化に向けた取り組み、ここまでのプランを地域に定着させ持続可能な産業として形にするべく、唐津市内の福祉施設と農福連携の形として雇用に結びつけるプランを考えました。早速唐津市内にある障害者就労施設に作業を依頼すると、一つ一つ丁寧に作業してください、私たちよりも質の高い商品となったのです。施設の方からも働く内容としてとてもふさわしいと評価を得て、今年度地元企業、福祉施設、そして唐津南高校が連携し松葉を活用した商品開発を事業として行う準備が着々と進んでいます。さらにこの活動から虹の松原に興味を持ってくれた子どもたちが虹の松原ジュニアとして保全活動への参加や新しいプロジェクトを立ち上げ、私たちが助言を行いました。次の世代を担う子どもたちへ虹の松原に対する愛着形成だけでなく、松原を仕事として捉えるきっかけ作りにもつながっていくと期待しています。どんどん美しくなり存在意義を高めていく虹の松原、私は今年の夏休みに日頃の恩返しのつもりで松原にほど近いビーチで行われた海ごみ箱を設置会に参加しました。ごみ箱の設置が行われたごみ拾いで感じたのはビーチの美しさでした。市民意識が高まりごみが落ちていないのです。会場の近くには大きな看板が設置されており、私たちが普段見ている砂浜は美しい状態に保たれていました。しかし海洋ごみが増え続けていると授業で学んだ私は、目の前に広がる海のその先が気になりました。唐津の先端波止岬で行われたクリーンアップ活動にて、目の前に広がる美しいビーチの先に衝撃の光景がありました。それは大量の海ごみです。そのごみの大半がプラスチックで、私たち人間によって生み出されたものでした。海に流出しているプラスチックごみは年間800万トンに上り、航空機5万機分に相当します。2050年には海洋プラスチックごみが海にいる全ての生物の重量を上回ると言われています。私たち人間はどうしてこのようなことをするのですか。このままで良いのでしょうか。私たちにできることはないのでしょうか。そこで私たちは唐
唐津市内でプラスチックごみを再生する取り組み、プレシャスプラスチック活動を行っている NPO 法人唐津ファーム&フード、海洋ごみを削減することを広げる活動をされている株式会社プロジェクトデザインと連携を行いました。このワークショップでは海洋プラスチックごみについての考え方やプラスチックごみで作るコースター体験などを通して地域で循環していく流れを作ることの重要性について学びました。またプロジェクトデザインが開発した海ごみに対する啓発カードゲームについてのレクチャーを受け、今年8月佐賀県や大丸様をはじめ実に50以上の団体を対象に海ごみと教育を合わせたカードゲーム体験会を実施し、私たちが進行しました。世代を超えて地域を、そして循環について、環境について楽しみながら学ぶことができたこの経験は今後の財産になりました。この体験会で知り合うことができた唐津市の離島小川島の先生より連携依頼があり、私たちは小川島の海ごみ視察を兼ね小中学校の子どもたちと活動しました。その時の様子をまとめた動画をご覧ください。人口約290人の島です。この日、唐津南高校海洋調査部の生徒が海洋ごみについて意見交換をするため島を訪れました。会場は13人の生徒が通う小川小中学校。捕鯨が盛んだった小川島、玄関にはクジラのオブジェが展示してあります。それは島に流れ着いたライターで作ったものでした。島の人々も海洋ごみに大きな危機感を抱いているのです。早速小中学生とフィールドワークへ。すごいゴミの量。もちろんこのゴミのほとんどは島の外から来たもの。日本だけでなく海外から流れ着いたものも多くあります。唐津の海よりゴミが多いのですごくびっくりしてます。その後学校へ戻り意見交換です。島はやっぱ高齢者の方が多いのでゴミ拾いをする人数が足りないっていうのと困っています。唐津市の方でボランティアを集めて、でみんなで島に来てゴミとかを拾ってボランティア活動するといいなと思いました。あのゴミを生かした商品を開発するとそこで登場したのが小さく砕いたペットボトルのキャップを材料に小物やコースターを作る装置。海洋ごみ有効利用のヒントになればと唐津市内から持ち込まれました。絶対に取れると思います。綺麗です。お互い今後の目標や希望が見えた意見交換会になったようです。今日経験したことを生かして海ごみを少しでも減らせるよういろんな活動をしていきたいと思います。30年後には海に住む魚の量を超えるかもしれないと言われている海洋ごみ、みんなの力でなんとか減らさないと。動画にもあったように小川島の海岸には大量の海ごみが漂着していました。私が虹の松原から見ていた景色の先にこのような光景が広がっているとは思いもしませんでした。さらに先の対馬も同様に漂着する海ごみの問題のことを思うと心が痛みます。私たち今後島の子どもたちと力を合わせこの問題に取り組んでいきます。
今月19日には唐津市波戸岬にてクリーンアップ活動を行います。本日の発表を聞かれて興味を持たれた方はぜひ私たちと一緒に海をきれいにしませんか。きれいな松原と砂浜、そして海、美しい環境という宝を次の世代へつなぐため私たちは今後も活動を行っていきます。ご清聴ありがとうございました。こうやって高校生たちが真剣に、そしてただこう守る保全っていうだけじゃなくって商品にしたり本当にいろんな工夫をしてるんですね。2人は2人の将来の夢聞いてもいいですか。もし決まってたら教えてください。田崎さんは。はい、僕はこの活動をして、海ごみは自分たちの気持ちがないと減らないなと感じたので、自分たち一人一人がゴミを減らすという気持ちを考えるために、もう少し啓発活動をしたいと思うし、啓発活動をしていきたいなと思っています。素晴らしいですね。本当になんかキラキラして点灯したかのように見えますよね輝いてる。ありがとう。そして前田さんは。私は、唐津の海だけじゃなくて日本全体もですし、世界の海ごみを減らせるようにもっと自分たちで考えて、なんかこの今の現状を知ってもらえるようにこう活動していきたいと思っています。なんかこう2人がね、大人というか社会人になるのが本当に楽しみですし、高校生がここまで頑張ってるんだから私たちも何かしないとっていう気持ちにさせてくれますよね。今後の虹の松原プロジェクトを皆さんにもぜひ注視していただきたいと思います。今回ですね、唐津南高校の皆さんと NPO 法人唐津ファーム&フードさんでペットボトルの蓋をリサイクルしたワークショップも開催してるんですよね。ということで皆さんぜひそちらにもお立ち寄りください。以上で唐津南高校の田崎さんと前田さんの発表を終わります。ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。どうぞこちらから気をつけてご登壇ください。ありがとうございました。